マダラスズダイネマビウスニグロファシタスは、コオロギ科の昆虫の一つで、小型のスズムシ類である。この仲間では最もよく見られるものの一つで、黒っぽい色でふわしに、マダラ模様がある。鳴き声は、比較的単調である。メッセレイヨウチ用中小型のスズムシ類。体長は6から7ミリメートルで、全体に、やや灰色を帯びた黒であり、ふわしの白い斑紋がよく目立つ。頭は、 あまり大きくない方で、細かな反転があり、後部には淡い色の縦線が入っている。腹眼はやや膨らんでおり、触角は体長より少し長い程度。前胸セイ板は、オスでは後方に向かって、やや広がり、不規則な反紋があり、側面は黒い。前肢は、オスでは淡い色で、ほぼ腹部後端に届くくらいの長さである。発音胸はあまり発達していない。メスの前肢は、 腹部の中央までしかその長さがなく、侵脈は平行に走る。講子の発達した長羽根型と発達の悪い短羽根型がある。長羽根型はよく飛翔するが、短羽根型は飛ぶことができない。メスの産卵管は水上でやや長い。芝草地のような竹の低い草地や畑のような半立ち、あるいは道路脇の空き地など、比較的乾燥した場所によく生息している。 雑食性で植物の商用から枯れ草、昆虫の死骸なども食べる。昼夜限らずに鳴き、鳴き声はじいじいという感じでやや短く区切って鳴く。長羽型の個体はよく飛行し、夜間に当うかに集まることがある。同様な環境によく見られるものに、芝鈴があり、本種と混成して見られることもあるが、本種の方がより草が少なく地表が被覆されていない場所を好む。他方で、 適応可能な環境の幅が広く、河原鈴と混成することもある。団地では、年2回発生して、成虫は6月下旬と9月に出現し、11月下旬、頃まで見られる。寒冷地では、年1回の発生となり、成虫は8月頃に見られる。メスは土に産卵管を差し入れて、卵を産み、越冬体は卵である。北海道から本州、四国、 九州と奄美大島までの南西諸島に分布する。シバスズと並んで容易に出会える、スズム種類の一つと言われる。本種は蒸気のように北部で、年一火星、南部では二火星になるが、それと交往して、体の大きさの変異があることが知られている。一般に、昆虫は、その発育期間の長さに応じて、成虫の大きさが決まる、形の淘汰があり、そのために北に向かうほど、 成虫の大きさが小さくなる、いわゆる逆、ベルクマンの法則が成立する。本州の場合、その分布域は、北緯40度から31度に至る範囲では、年一火星で、この範囲では、南のものほど体が大きい。ところがそれ以南に火星の範囲に入ると、急にこの変異が逆転し、37から38度の地域では最も個体が小さい。 さらにそれ以南では南に行くにつれて多少ともその大きさは増加する。また本種には長羽型と大羽根型があるが、これは日長と温度によって調節されている。野外観察では一般に長羽型を見ることが少ないというが、飼育下で温度と日長を調節した場合、長羽型の出現率はそれらの条件によってはっきりと影響を受ける。一般には、 単日条件で長羽型の出現率が大きく減少し、中日内し長日条件で、その出現率が最大になった。また温度が低いと出現率が低くなる。これは低温、単日の条件下では成虫に発達した羽があっても、それを使用して飛翔するような活動が行いづらいことに対応するのかもしれないとも言われる。また異なる地域の個体群では、 その反応が異なり、例えば、広崎の個体群では、温度低下に伴う長羽型出現率の低下が明確であったのに対して、仙台と東京の個体群ではさほど出なかった。また、成長速度等についてもこれらの条件が影響を与え、その生活史の決定にこれらが影響していると見られる。これらに関する調節や、その進化に関しては、多くの研究がある。 同族のものとしては日本では以下の三種が知られる。浜鈴は本種の半門をすべて淡くしたような色合いで砂浜に生息し、稀に内陸の河原に見られる。その体色は砂浜に似る。熱帯マダラ鈴は本種によく似ており、生息環境も同様であるが、分布域が八重山諸島であり、混同することはない。ちなみに、徳之島から沖縄諸島、 宮古諸島までの間には本属のものが存在しない空白がある。河原鈴は本州から九州に分布するもので河原や同様に石がゴロゴロした場所を好む。本州よりやや大きく、また全市の根元が白くなっていることなどで区別できる。ちなみにこの種は鈴虫類では微生とされる。別属ではあるが琉球チビスズテレニーマビウス。 サルフューリーアラも本種にやや似ており、ただし本種の方が光沢が弱く、またまだら模様が明瞭でコ顎ゴヒゲの一部が黒っぽい点などで区別できる。この種は南西諸島に分布するが本州でも新潟や関東地方で確認されている。なお、シバスズ、ポルヨニモビウスミカドも本種と混成して見られ、大きさや姿はかなり似ているか、 類人の小型スズム種類はいくつかあるが、本種は足のまだら模様でおおむね見分けがつく。原則的には草原や荒れ地に生活するもので、作物などを害することはほとんどない。しかし1950年頃に北陸地方で本種生虫が小麦や裸麦で巻いた種子の灰を食害して発芽できなく、したり、若い芽や根を食害した事例がある。これは、 気候や土質の関係で早巻きしてその後に復土せず、薔薇などで地表を覆う習慣のあった地域に限って、出現し、また、産地のやや乾燥した畑で多く被害があったという。他に、芝生の葉や根を食害することが知られるが、実害は軽微と考えられている。奥山などでは、ひばりもどきかトライ側にデディを取っている。以下、主として、石井ほか、 P49 木所 ABCD 梅谷岡田編 P965 ハット AB 二本直種類学会編 P484 ABC 奥山 P92 条、正木以上木所二本直種類学会編 P484 から485奥山 P92 から93梅谷岡田編 P61 ありがとうございます